夢を見た。平和の意味も知らず、無邪気に暮らしている人々の夢を。夢を見た。命を危険にさらしながら、守るべきもののために生きる人々の夢を。夢と現実の境界は、目覚めた時に見えたものをどう感じるかだけだ。それを区別できるのは神様だけなんだろう。だけど俺には何かができたんじゃないかと思う。俺にはその力があったんじゃないかと思う。この世界に俺が来た意味はそこにあったんじゃないかと思う。これが避けられぬ運命だったのなら、この世界で俺という存在は何だったのか。悲しい別れも、人類の運命も、そして自分の運命も、俺には変えられたんじゃないかと思う。守るべきものを本当に守りたいという強い意志が最初からあったなら、俺には誰にもできないことができたのかもしれない。そう思う。だからせめてこれから生きて生き延びて全てを守ろうと思う。誰もが諦めたこの星を守り抜きたい。そう思う。残された人々を、残された思い出を、そして愛する人を、命を懸けて守る。俺は何かができるはずだ。その力があるはずだ。人類は負けない。絶対に負けない。俺がいるから。俺がいるから。その命を人類に捧げた全ての戦友に我らは誓おう。この困難な戦いを最後まで遂行し、いつの日かその魂が永遠に休んじられる時が来ること。希望が未来を焼き尽くして、我々は決して諦めない。この故郷がある限り。夢を見た。平和の意味も知らず、無邪気に暮らしている人々の夢を。夢を見た。命を危険にさらしながら、守るべきもののために生きる人々の夢を。夢と現実の境界は、目覚めた時に見えたものを
どう感じるかだけだ。それを区別できるのは神様だけなんだろう。だけど俺には何かができたんじゃないかと思う。俺にはその力があったんじゃないかと思う。この世界に俺が来た意味はそこにあったんじゃないかと思う。これが避けられぬ運命だったのなら、この世界で俺という存在は何だったのか。悲しい別れも、人類の運命も、そして自分の運命も、俺には変えられたんじゃないかと思う。守るべきものを本当に守りたいという強い意志が最初からあったなら、俺には誰にもできないことができたのかもしれない。そう思う。だからせめてこれから生きて生き延びて全てを守ろうと思う。誰もが諦めたこの星を守り抜きたい。今日この日、その命を人類に捧げた全ての戦友に我らは誓おう。この困難な戦いを最後まで遂行し、いつの日かその魂が永遠に休んじられる時が来ること。希望が未来を焼き尽くして、残された人々、残された思い出を、そして愛する人を、命をかけて守る。俺は何かができるはずだ。その力があるはずだ。人類は負けない。絶対に負けない。俺がいるから、俺がいるから。